皆様、ま、こんにちは。NEXT です。今日の話、ウクライナ戦争。一体どうなってるんですか最近ロシアがウクライナに侵略してます。OK。私、以前にウクライナ問題の話をしていると、国は半分半分ウクライナ人とロシア人。で、ウクライナ人はね、私も言ってて、実は本当にロシア人近いんですよ、言葉でも。 文化でも、まあ、宗教は基本的にウクライナ人がカトリックでラ、ロシア人がロシア正教のあの、グリークオーソダックス英語で言うとね。あの、なんでこの問題になってたの実はね、もともと始まったはアメリカ。Okay、ソ連が1991年であの分裂しました。で、いろんな独立国になりました。それ一つはウクライナ。で、アメリカと シの交渉であのアメリカロシアの交渉で、アメリカが NATO 軍が東へ進みません。実はソ連が消えて NATO 軍の存在理由がなくなりました。でもね、アメリカがポーランド、それでもあのボルティック三国、ボルもっとソ連ですよ。エストニア、リトウィニア、ラトビア、あとチェコスロバキア、ハングリーとかロマニア、全部 NATO 軍に入れてるんですよ。もっとワルサー条約。これがすごくあの約束違反です。 ロシアが怒ってるけど、何でもあの軍事的に弱かったから、何でも反応できなかったから。で、2014年、あのウクライナにロシア向きの政府があって、アメリカ、これアメリカですよ、クーデターを作りました。で、クーデターを作ってあの、アメリカ向き、西ヨーロッパ向きの,あの政府を作りましたよ。で、それ数年たってたら、 これウクライナですよ。数年経てたら、今の大統領、ゼレンスキーさんが大統領になりました。OK、ちなみに、あの当時もね、あの2017年ぐらいで、ウクライナが現在の北朝鮮、北朝鮮のミサイル売りましたよ。ロシアの元ソ連のエンジンで、それで北朝鮮が全然ミサイルの才能が良くなりました。これがウクライナですよ。Oh. OK あの最近の問題は、2014年から、あのすごい超,超超超ウクライナのあの政府になりました。アゾフ・バタリアンが結構強くなった。アゾフ・バタリアンって何ですかまあこれ、アゾフ会がありますよ。クリミアとロシアとかその近くにね。で、これは超ウクライナの愛国みたいな感じで、ね。ロシア人嫌い。殺すよ。ロシア人のグループの例、ね、は、第二次世界大戦で、 ドイツがロシソ連侵略した時に、ナツィと協力して、で、それでナツィ協力して、そういうな同じ軍隊も作りましたよ。結局、何十万人のウクライナ人がドイツとして戦いました。同じナツィの進路に、現在でもアゾブ・タリオンで使ってるんですよ。で、このバタリオン、普通1000人ぐらいの部隊ですけれど、今回は、まあ、私、数よくわかんないんですけど、結構ありますよ。 さあ、最近の問題は、まあ、これはずっと戦争してるんですよ。浄化してる、粛清してるとかなんかね。ウクライナ東部で戦いあったんですよ。実は前線が飛べたんですよ。で、ル,タンスル,ルハンスクとドネツクという2つのところで、半分ぐらいであの前線になったこのに東の方は自由ラシア人。で、西の方が、まあ、ウクライナ政府が支配。最近、あの先月、2月。 ウクライナ軍が逮捕で撃ち始まった。これが2月18日。逮捕撃ち始まって10万人以上がロシアへ難民しましたよ。難民します。これが真実。それで、軍事的にロシアヘルプ。で、この時にロシアが西の方から、NATO からウクライナが入れないようなあの約束を欲しかった。 でも、ウクライナのトップのストルテンブルク、あとアメリカ外務長官ブリンケンが、ノ、no, ー no, 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 no ウクライナが自由で、そういうの権利がある。ずっとそういう主張してるよ。じゃあ、それピューチンが、わかりました。侵略します。で、侵略しました。でも、侵略自体もね、あんまりそういう一生懸命進んでないんですよ。その、数多くの兵隊も使ってないし、で、ゆっくり動いてるよ。普通の市民も殺したくない。 それピューチに要注意してるよ。無差別で、無差別で空襲をしてない。で、ウクライナ軍はどうなってるんですかほとんど何もしてない。実は、ウクライナ国は、オッケー、これがね、ヘイスピーチではないんですよ。でも、風敗です。ウクライナ軍隊が、はっきり、士気が低い。食料もあんまりない。武器もちゃんとあんまりない。給料ももらってない。戦うの方は、そのアゾブ隊。 あズ部隊が一生懸命それやってるけれど、ウクライナ軍が本当にロシアと戦争したくない。本当に幸福の兵隊も何人,あ何人がありました。まあ、あの、一生懸命抵抗してると、ロシアの戦車いっぱい潰してるとか、なんか軍機落としてるとか、そういう色プロパガンダあるけれど、実に、ウクライナが外人部隊お願いします。外国人のボランティアの兵士でお願いします。そのうまくいってないんじゃないか。あと、ゼレンスキー大統領が、 普通の市民、武器渡してる。戦い。まあ、これ、だから、キエフで銃撃聞こえる。銃撃ばかりだけど、太陽あまり聞こえないね。ほう。これ何意味ですかこれが、国民同士で戦ってる。いんな集団、お互い嫌い。じゃあ、この武器でお互い戦ってる。あと、キエフで落脱がすごい。あの、私、今日でも、あの、3月2日でも、まだ、 ロシア軍がキエフに直接砲兵で攻撃してない。してない。オッケー。あの、南の方でも、例えば、ドニープロ川の格好の方ね、ケルソンの方で、全然抵抗しなかったんですよ、ウクライナ軍。ロシアが来たすぐ降伏してる。あの、戦いの方が、このナツィの方のアザブタリアン、自分がもうナツィのげ原因があるとか、なんか、誇り持ってるんですよ。実は自分のシンボル、あのバッジね。 こういうのをワペンにつけると、これ、ナツィ軍と第 2SSC 弾、SS は本当にナツィ軍ですよ。同じマークをつけてるんですよ。これは私も、マリオアメリカですけど、祖国はドイツ、家族はドイツから、すごい嫌だですよ、これ見るとね。本当に嫌だですよ。あのドイツ人だったら、このナツィとか SS のすごい深い意味がある、嫌だです。OK。 どうなってると、まあ、ロシアがこれからやっと進むとか、ゆっくりゆっくり進んでるから、私の意見でもっと早く進めばよかった。で、ブリンケンが、ブリンケンがアメリカの外務長官が、ずっと励まして励まして、結局、今アメリカ政府が、ヘルプしません。もう兵隊出しません。武器もね、ちっちゃい武器、というか、あの低いレベルの、あの、機関銃とかなんかね、 あの戦車打撃つミソドライルに出してるけど、軍機も出しません。で、ゼレンスキーのお願いで、ウクライナソロを警備してくれって言っ英語でノーフライゾーン。それも拒否。ボルス・ジョンソンのイーグルスの首相もノーって言ってる。バイデン大統領もノーって言ってる。おらおらおら、戦争の前にウクライナ、アメリカ政府がやる約束したんだけど、 突然そのブリンケン外務長官がおとなしくなって大統領の方がノー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 とい言う日本でこれ覚えましょうこれからなんかもしかして中国で問題あるときにりなんかどうするわからないねだから私たちは日本で自分の軍が必要ですよ絶対軍が必要ですよまあこれからどうなるんでしょう交渉してますよ交渉してるけれど まあ、ゼレンスキー大統領はずっと、なんか NATO 軍が、ユーロピーンユニオンとかなんかね、それ経済のブロックで、あとね、NATO に入ろうとずっと主張してるけれど、ロシアが、ノー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 。ロシアが中立、ウクライナが欲しい。まあ、これがわかりますよ。これわかりますよ。これがお互いのもので、ロシアが自分の、あの、隣の国が中立して欲しい。これが理想的ですよ。ああ、やっぱりね、 あの、ロマニアでもポーランでもアメリカの循環ミサイル入ってますよ。核兵器持ってるよ。ロシアのモスクワまで飛ぶ時間が10分もないんですよ。それがロシア心配ですよ。もしかしたらアメリカが急の攻撃始まるかもしれない。っていうか、核兵器戦争だったらその反応時間が必要です。例えば10分か20分でもね。10分だけは短い。短い。まあ、これしばらく続くでしょう。 あの、なんか私これロシアドル沼になりそう。それで、ウクライナ自体は本当にめちゃくちゃな国になるでしょう。もう今ね、お互いの市民、お互いに戦ってると、あとゾレンスキーも言ってて、私服でロシア軍もいるんじゃないか。勝手にもう殺してるんですよ。お互いのウクライナ人。めちゃくちゃですよ。ウクライナ人がやっぱり一番かわいそうけど、これロシアの侵略ではなく、自分の政府。 ごめんなさい。これ、ヘイトスピーチではないです。で、これ、私、別にロシアの愛国ではないです。私は中立の上で見てる。でも、こういうことですよ。で、うち日本はこれ、よく覚えて、ウクライナみたいで甘く外国、例えばアメリカの話を信じたら、自分困る。一番自分の国を守るのは自分の軍隊がある。OK。これが今日の,あの勉強ですね。自分の国を守るために自分の軍隊がいいですよ。 じゃあ皆さんは今日ありがとうございました。で、またまたこれが最新情報を出します。それはよろしくお願いします。で、LIKE ボタンお願いします。それと、登録してね。はい、ありがとう